東京の街か。素敵な街。大きく吸ってせーの。私、読書が好きで、本が友達というか、食べちゃいたいくらい可愛くて。これは、将来ダンスに誘われた時、すそ踏まないように予行練習してるの？でも、演劇そんなにやりたいなら、劇団立ち上げてみたら。違うわよ。今のは条件反射っていうか、なんていうか。そこのあなた、ヒロインを演じてみない？下宿先の人と世相に住む個性的な女の子たちが繰り広げる可愛くて楽しい演劇コメディ。テレビアニメーション、きなこの音は4月より放送スタートです。